どうもこんにちは、猫です。セラです。いやー、やっとですね、あの福島、はい、終わりましたよ。おー、行ってない。行ってないですよね。どこ、何してたんですか。いや、誘われたかな。いや、誘いましたよ。誘いましたけども、うん、あの腰がやばくて、あの急に休むっていう風になって。そういう時もある。はい、うん、お年寄りなんだよね。いやね、次なんですけども、はい、いやでも次どこ行きましょうか。前回もどこ行きましょうかって、じゃあ福島に行くぞっつって俺行ってないからね。そうですね。今回は俺行くんすか。いや、来てくださいよ。とりあえず腰ベルト巻いて。腰ベルト巻いて。じゃないと高速代が割れないんで。そういうこと。はい。サラリーマンの小遣いはきついんですよ。みんな分割しないとね。そうですね。今残っているのは、うん、山形。山形、はい。はい。あとは静岡と愛知。まあ大阪も行きたいですけど、まあ厳しいかな。いやでもそろそろ雪降りますよね。そろそろっていうか、もうなんかちょっと兆しがありますね。あるね。はい。うん、ああ、もう行くんだったらもう行った方がいいですよね、山形。先にね。先に。これもありだよね。ありですよね。どう言いましょう。まあ個人的なことを言うと、爽やか食いたいです。静岡じゃん。静岡、そうですね。あとあの人にも会いたいです。なんかちょっと年配のおじさんなんですけども、うん、なんかすごい格好して迎えてくれる、はいはい、ところがあるんですよ。人参振ってる。そうそうそう。だから、ね、静岡行きたいですね。なるほど。はい。ハンバーグ食べに行きましょう。ハンバーグ食べに行こう。はい。よし。あ、で、まあ一つ、一つだけちょっと、まあ告知というかちょっと、言いたいことがありまして、はい、いいですか。はい。おいや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 が見てくれてると思うんで、ね、まあその方に向けて本当に、うん、いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。これからも、ね、一生懸命動画作って楽しい、ね、感じにしていきますんで、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではリコでした。バイバイ。